急いで渋谷を埋め尽くせ全身チャンネル特別編東京オリンピック絶対反対 7.23 渋谷デモに集まろう。東京五輪の開催予定日まで1週間を切りました。東京都内のコロナ感染者数は1日1000人を突破。感染力の強いデルタ株の流行でリバウンドの速さは過去最速を記録しています。すでに全世界でコロナ死者数は400万人を超えました。400万人の命を奪ったウイルスがますます猛威を振るう中で、東京五輪を何が何でもやるんだと息巻く菅政権、小池都政、大会組織委員会、IOC、JOC はもはや民衆の敵、いや人類の敵です。オリンピックは今すぐ中止を。ショーマストゴーン、冗談ではありません。私たち中華課は、この前代未聞の暴挙に対し、開会式が予定される7月23日、怒りの渋谷デモへ立ち上がることを呼びかけます。開会式当日の東京都心で私たち日本の労働者、市民、学生の怒りを解き放ちましょう。オリンピックと政治。すでに東京五輪に対しては開催反対の声が圧倒的多数ですが、それも当然です。コロナ感染で4度目の緊急事態宣言が出され、大切な学校行事やイベント、ロックフェスなどが軒並み中止となり、多くの人々が生活の困窮に苦しみ、自ら命を絶つ人の数は12ヶ月連続で上昇しています。オリンピックやってる場合か、誰もがそう思うでしょう。しかし仮にコロナがなかったとしたら、東京五輪は開催するべきなのでしょうか。答えは断じて否。コロナがあろうとなかろうと、私たち労働者階級の立場から見ればオリンピックなど100がやって一理なしです。そもそも近代オリンピックとは、一握りの政治家と巨大企業がスポーツを利用して国民の間にナショナリズムを煽り立て、自分たちの権力の強化と金儲けを狙う仕掛けに過ぎません。実はオリンピックは何から何まで政治的なのだ。行進、国旗、国歌、スポンサー企業の協賛、先住民族の処遇、貧困者及び労働者階級の疎外化、開催国の選択、どれもこれも政治的である。オリンピックが政治を超越するというのは夢物語に過ぎない。アメリカの元プロサッカー選手でバルセロナ五輪アメリカ代表メンバーのボイコフ氏は、このようにオリンピックの正体を鋭くついています。近代オリンピックの正体。オリンピックは平和の祭典などと言われますが、実際は全く逆に、ナショナリズムと排外主義を国民に植え付け、戦争に駆り立てる手段として使われてきました。近代オリンピックの立役者とされるフランス人男爵クーベルタンは、スポーツとは間接的な戦争準備だと語り、不仏戦争敗北後のフランス人を鍛え直す手段としてスポーツを奨励した人物です。晩年にはナチスがアーリア民族の優秀さを誇示するプロパガンダとして導入した聖火リレーを、勇壮で完全な大成功だと絶賛しました。クーベルタンはド派手な演出でベルリン大会を成功させたヒトラーのことを、今日の世界において屈指の政治的指導者と褒めちぎりました。またクーベルタンは、オリンピックは男子のみの大会でなければならないと主張し、女性の競技参加は見苦しいとまで言いました。列強による植民地支配を正当化し、有色人種に対する数々の差別発言も知られています。こういう人物が各国の貴族や資本家、政治権力者などを集めて IOC を組織し、近代オリンピックを始めたのです。以後 IOC の歴代の会長や幹部は、ファシズムの支持者や人種差別主義者がはびこってきました。オリンピックの商業化。もともと戦争、差別、ファシズムと親和性の高い権力者によるスポーツの政治利用として始まった近代オリンピックですが、それが現在のような巨大商業イベントと化したのは、新自由主義が始まった1980年代からでした。転機になったのは1984年のロサンゼルス五輪です。ロサンゼルス大会は企業及び資本主義を前面に押し出した史上初のオリンピックになったと言われるように、この大会からオリンピックパートナー制度が始まりました。ロス大会では400万ドルの協賛金を拠出した巨大企業はオフィシャルスポンサーと呼ばれ、商品や広告に五輪マークを使用することや五輪関連商品の販売などを許可されました。他方でロス五輪では、
当時のレーガン政権が治安維持のために連邦政府予算5000万ドルを拠出。軍用車両や機関銃で武装したロス警察が反五輪運動を弾圧し、市民を監視し、多くの黒人を迫害し、さらには路上生活者を暴力的に排除しました。現在では年間100億円を拠出するワールドワイドオリンピックパートナー14社は、世界中でオリンピックのロゴを活用したマーケティングを許され、ついでゴールドパートナー15社、オフィシャルパートナー32社、オフィシャルサポーター20社の計67社が群がります。支払った協賛金によってロゴマークの使用や大会会場でのプロモーションなどが許可される仕組みです。今や IOC の収入の 45% がスポンサー契約によるもので、入場券の販売による収入は 5% 程度となりました。日本での聖火リレーが事実上コカ・コーラの宣伝体と化したのは、同社がワールドワイドパートナーの筆頭だからです。このように大企業のための巨大商業イベントであることによって、開催都市は巨額の負債と使い道のない大型競技施設だけが残されます。バルセロナ大会では五輪開催に伴う負債と都市再開発の結果、公営住宅が大量に取り壊され、賃貸住宅家賃は約 1.5 倍に増額、一般の人々の生計費は 2.5 倍にも跳ね上がったと言われています。史上最低の大会、東京五輪。政治家や権力者、巨大資本にとっての祭典であるオリンピックは、もはや一般の人々にとっては災害以外の何物でもありません。そして今回の東京大会は、腐り切った五輪の中でも史上最低の大会です。福島原発はアンダーコントロールという安倍晋三の大嘘と、IOC 委員への汚い裏金で招致した東京大会。その狙いは、復興五輪と称して、福島原発事故の放射能被害を隠蔽することにありました。しかし実際は復興どころか五輪招致後に建築資材が高騰し、建設現場は人手不足となり、被災3県の復興が妨げられてきたことは周知の通り、まさに福島圧殺五輪であり、復興妨害五輪です。招致段階では7000億円程度と言われた開催費用も、今や1兆6000億円を超えました。これはあくまでも大会組織委員会の公式発表であって、実際は4兆円近くにまで膨張しているとの試算もあります。他方、新国立競技場の建設現場では、無理な工事計画で23歳の青年が月190時間もの長時間労働で過労死に追い込まれ、隣接する都営住宅霞ヶ丘アパートの住民約300世帯が立ち退きを強制されました。こんな最低最悪の五輪をコロナパンデミックの真っ只中に強行するなど、断じて許せません。菅政権が警察や自衛隊を投入してまで五輪を強行しようとしているのは一体なぜなのか、その狙いはやっぱり国の決めたことには従うしかないのかという諦めを人々の意識に植え付けることにあります。そして戦前の日本のように国家のもとに全人民を服従させ、戦争に動員することを狙っているのです。経済再生担当省西村の発言は、金融機関を通じて経済を統制するという第二次大戦中の戦時統制経済の発想と全く同じです。だからこそ私たちに求められていることは、沈黙しないこと、行動を起こすこと、開会式が予定される7月23日を民衆の怒りのデモで迎え撃つことです。菅よ、バッハよ、日本の民衆がこのまま粛々と従うと思ったら大間違いだ。このことを私たちの行動をもって示しましょう。この日は世界中の注目が東京に集まります。私たちの怒りの声を、五輪粉砕の声を、渋谷から全世界に発信しましょう。